こんにちは、年収300万円のガレージライフです。今回はいつもたくさんのコメントをいただく燃費計測の企画です。以前、私はオートバックスで 5W30 のオイルを入れました。オートバックスブランドのスクープというオイルです。そして今回は同じスクープの 0W20 を入れました。そこで 5W30 と 0W20 のオイルでどの程度燃費に差が出るのかを検証したいと思います。以前、1万円のオイルと2000円のオイルで燃費は変わるの?という動画を出した際、コメントで最も多かったのは、燃費が変わるのはオイルの質でなく、粘度だ、というものでした。今回は柔らかいオイルにしたので、燃費に差が出るんでしょうか。しかも、10ヶ月も汚したままのオイルからの交換なので、めちゃくちゃ燃費は伸びるのではないでしょうか。じゃあ、オイル交換も終わったので、その日のうちにガソリンを入れに行ってきます。走行距離は384.1キロです。いつものガソリンスタンドでガソリンを入れていきます。ちなみに、撮影当時のレギュラーガソリンの値段は174円です。高いと思っていましたが、この翌週には185円になると誰が予想していたでしょうか。ガソリンに関してはいろいろ言いたいこともありますが、補助金なんかより重課税をやめろと言いたいですね。ガソリン税の暫定税率をなくせば25円くらい安くなるらしいですよ。興味がある人は自分で調べてくださいね。ちなみにガソリンを入れるのにかかる時間は毎分30リッターです。60リッターの車でも2分あれば満タンにできます。電気自動車の急速充電は今のところ最低でも30分以上かかってしまうので結構差がありますね。給油が終わりました。 22.3 2リッターで料金は3839円でした。早速燃費計算をしていきます。走行距離 384.1 キロ割り給油量 22.3 2リッターで燃費が出ます。燃費は 17.21 キロでした。それではこの燃料を空っぽにしていきましょう。基本的には通勤のみで使用し、遠出や高速道路の使用はしないようにします。動画はイメージです。片道6キロくらいの通勤ですが、市街地のストップ&ゴーが多いので、なかなか燃費が伸びないのが悩みです。だいたい1ヶ月半に1回の給油で済みます。はい、走った距離は 395.5 キロでした。早速、ガソリンを入れていきましょう。ガソリン価格は159円で、1ヶ月前より17円ほど安くなっています。緩和措置が延長されたからです。でも、ガソリン税の暫定税率をやめれば25円安くなるので、6兆円とも言われる莫大な税金を使って補助金を出すより、暫定税率をやめて国民から取らないようにすれば簡単なのに。頭の良いバカたちですね。国民に寄り添う聞く力とは一体何だったのでしょうか。おっと、動画の趣旨と関係ない話はこの辺にしましょうか。 22.97 リッターで料金は3652円でした。走行距離 395.5 キロ割る給油量 22.97 リッターで燃費が出ます。燃費は 17.22 キロでした。いかがでしたか。エンジンオイルの粘度を 5W30 から 0W20 に変えたら燃費は 0.01 キロ増えました。誤差の範囲ですね。
これなら高い低電のオイルより安いオイルを使った方が良さそうですね。ちなみにスクープは ATI 規格の SM なので2010年に定められた等級なので全く問題なく使えますよ。値段の差は3リッターでの W30 が2280円、0W20 が2480円なので200円安いです。どちらのオイルを選ぶかはお好みですが、燃費の変化に関しては特に気にしなくても良さそうですね。次回は 10W30 でも入れてみようかな。また見てくださいね。